今日は中華鍋の振り方を説明します。中華鍋を振るときは前後に動かす動きと鍋を回す動き、この2つでできるようになります。あと角度をつけて引くだけとか、この湾曲の部分、ここで返す、それだけ覚えれば練習すればできるようになります。今日はチャーハンを作りながら実際に鍋の振り方を説明してみたいと思います。フライパンをよく焼いて油をなじませます。登録と高評価してくれてる方、いつもありがとうございます。これからも頑張りますので、よろしくお願いします。